こんにちは、オキです。本日はヒートジャパンの取材をしていこうと思います。今回のヒートジャパンは3年ぶりの開催というところで、主催者の増田健太郎さん、選手の内山康隆さん、渡辺清介さん、中川直樹さん、内田海津さん、皆さん素晴らしいプレーを見せてくれると思いますので、その模様を皆さんに今日は映像をお届けしようと思いますので、引き続きよろしくお願いします。お願いします。お願いします。まず優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今大会いかがでしたか？そうですね、たくさんのお客さんが来てくださって普通の試合でもこんなにって思うほどたくさんのスポンサーの方々のおかげで素晴らしい大会だったと思います。今大会エキシビションとはいえすごく緊張感があったと思うんですけど、その辺はいかがでしたか？そうですね、本当多分選手全員がもう来年のシーズンに向けて準備をし始めている状況で、そこに向けて何ができるのかっていうのを多分試行錯誤しながら本気でみんな試合をやってたので、選手全員もう本当に疲労がすごいですけどそれぐらい多分選手全員がガチガチの中でプレーしていたかなっていうふうに思いますし、僕自身もそうだった一人です、はい。僕はやっぱりエキシビションであればこういうふうに近い方が何かコミュニケーションも取れますし、なかなか本体の試合ですと気になってしまって、サーブちょっと打ったら当たっちゃうかなとか思っちゃうんですけど、こういうふうな大会っていうのはもっともっと増えていけばいいなと思いますし、すごくいいなっていうふうに僕は思ってました、はい。来年向けてはいかがですか？ランキング145位っていう自分のキャリアハイでスタートできるので、前半できる限りこう ATP の高いレベルでどんどんチャレンジしていって、少しでも本当毎週キャリアハイを更新するような試合を出たらもう絶対こうポイントをしっかり取って、キャリアハイっていう風にしていって、100に入ってグランドスラム本戦を目指して、まずはメルボルン予選ですので、自力で予選を上がって本戦の舞台でプレーできるように頑張りたいと思います。うちの YouTube チャンネルのレギュラーの内山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レギュラーなんですね。レギュラーですけど、ちょっと内山カップ以来なかなか取れてよかったですね。そうですね。はい、ちょっとレギュラー降格の危機というまずは今大会お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。今大会いかがでしたか？3年ぶりの開催ということもあって、お客さんとかも楽しみにしてもらえたんじゃないかなと思ってましたけど、実際来たらやっぱりすごい盛り上がりで、プレーしてる選手としてもやっぱりすごい楽しかったですね。もともとこの会場っていうのはテニスイベントの中でも多分一番こう観客
弱とテニスコートの距離が近いと思うので、うん、すごい迫力がある一方で選手からしたらやっぱこう近くで見られてるっていう感じがあるのですごいこう緊張感はあるんですけれども、はい、まあ、その中で、まあ、自分としてもシーズン後半結構ちょっと怪我で試合が満足にできなかったので、うん、エキシビションではありますけど自分の中で少しこうできるだけ普段の試合のメンタリティに近づけてプレーすることができたので、まあ、そういう意味ではすごいいい練習にもなりました、うん、簡単にこう今シーズン振り返っていただいていかがでしたか。怪我っていう感じで、うん、前半の方だと3月頭のデビスカップで試合中に、ふくらはぎの肉離れをして、うん、まあ、そこから2ヶ月の離脱があったりで夏前ぐらいですかね、少し状態が良くなってチャレンジャーでも結構勝ち星が増えてきたところだったんですけど、そこで今度腰を痛めてしまって、腰の方がこれが結構厄介でそんなにかからずに良くなるかなっていうイメージだったんですけど、やればやるほどこう痛めてちょっと良くなって痛めての繰り返しで、それが結構長引いてしまったので、正直満足にこうプレーできたのって今年は多分3ヶ月4ヶ月ぐらいかなと、はい、思いますね。来シーズン向けて意気込みはどんな感じですか。まずはフィジカルの状態を上向きにする、そうすれば技術的にとか他のプレー的には十分ランキングを戻していける感触はあるので、フィジカルも含めてのテニス なので今の目標としてはしっかりフィジカルを整えて少しでも早くグランドスラムの舞台に戻るということが、はい、来年の目標になります。中川選手に来ていただきました。お願いします。お願いします。うちの YouTube 出るのお久しぶりじゃないですか。2年ぶりぐらいですかね相変わらずかっこいいですね、はい、ありがとうございます。今大会いかがでしたか。振り返っていただいてすごく楽しかったっていうのが一番あるのと、はい、まあ、こんなに近くお客さんの前でプレーできるのはすごく自分自身楽しかったです。やはりこうエキシビションとはいえすごく緊張感とか、うん、こうなんかお客さんとの距離が近いとかいろいろあったと思う。そうです、やっぱり緊迫感もある試合もあれば、うん、少しこう遊び心もあるようなみんなが楽しめるようなダブルスだったり、特に多分順位決定では多分より緊迫感のあった試合だったと思うんですけど、まあ、そういったメリハリのあった大会だったかなと思います、うん、今シーズンを簡単に振り返っていただいてどんなシーズンでしたか。僕自身ずっと今年はチャレンジャーで挑戦していて、はい、まだフューチャーズにも出なきゃいけないランキングでもあったんですけど、はい、ここあえてこう上を見てチャレンジャーで挑戦することを決めてやってました。前半はあまりうまくいかなかったですけど、後半少しずつ良くなっていってトップ100の選手にも1回勝つことができたので、まあ、やっていたことはまあ間違ってなかったのかなと思えたし、まあ、来年につながる1年にはなったのかなと思います、うん、来年に向けて育業もお願いしていいですか。そうですね、来年こそ、チャレンジャーで、まず1勝優勝目指して、頑張っていって、うん、グランドスラムの予選に、うん、まず引っかかれるように頑張っていきたいです。どうですか、自信の方はありますか。そうですね、割と感覚は良くなってきてたので、はい、割と自信はあると思います。内田海津選手来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。今大会エキシビションとはいえなかなか緊張感があったと思いますけど、いかがでした。まず一番緊張したのはこの距離感、お客さんとの距離が近いっていうのと、確かに思ってる以上にも多くのファンの方に足を運んでいただいて、はいはい、まあ、僕がなかなか見てもらう機会が今までなかったので、まあ、本当に日本の方に、はい、まあ、テニスも含め、まあ、人柄ですよね、人柄だったり、はい、まあ、いろいろアピールできたかなと思います、はい、特にまあ、健太郎さんがよく僕のことをいじってくれてというか、すごくまあ愛してくれてると思ってるんですね僕は、はい、本当に昔からこうバナナ好きなんでしょ好きなんでしょっていう風に言ってくれてで今回ヒードジャパンのこの席に、うん、本来はバナナの木を立てるって言ってたんですよ。はいはいはい、はい、でそれをしつこく言ってて、はい、本当かよと思いながら、はい、っていうその下りがあった中でのバナナ、はい、来ていただいた方にも、うんうん、あ内田選手ってこういう方なんだなっていう風になんかいろいろ知ってもらえたきっかけになったんじゃないかなと思います。今シーズン簡単に振り返っていただいていかがでしたか。約30大会ぐらいプレーしたんですけど、まあ、それ幸いなことに、まあ、怪我もなく、はい、本当にたくさんチャレンジできたなと思ってます。でその中で優勝があったりだとか、まあ、いい成績もあったんですけど本当に負けてることが多かったんですよね。初戦敗退だったりとか、はいはい、来年もたくさんチャレンジして、そういった負けを減らしてもっと勝率を上げて、来年戦っていきたいです。そのために、このオフシーズンしっかり準備して、グランドスラムの本戦目指して、まあ、仕上げていきたいなと思います。
松田健太郎さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは3年ぶりの開催おめでとうございました。 ありがとうございます。いかがでしたか今度。いやもう本当に当初は不安だらけでしたけど、はい、まあ、こうしてやってみると非常にやはり盛り上がるし、はい、楽しいイベントになるなというふうに実感しました。3年ぶりということで結構期間が空いたと思うんですけど、はい、やはりこうできない時はなんかもやもやしたりとか、もっとお客様にいいものを見せたいという思いが。そうですね、やはりずっと続けてきてお客さんもこう定着して楽しみにしてくださっていたのにできないというのは、はい、なかなかこう歯がゆい思いをしていたというのはありますね、はい、選手たちもやはり人前でこうプレーする機会が非常に減っていたの で、ね、まあ、そういったところがうまくかなわなくて非常にこう辛い時期ではありました。あとあの観客の方々にいつもこうどういうものをお見せしたいというふうにこうお考えになっていつもこういうふうに開催されているんですか。はい、そうですね、やはりあのトップの選手を見るようなこう試合というよりは選手の素顔をこう見てほしい。やはり日本の選手がどれだけ男子の選手がすごくてすごいボールを打つ、そして彼らのキャラクターをこう感じてもらってですね、はい、でここでファンになってもらってで試合を応援してくれるようになるっていう、はい、そんな循環を作りたいなというふうにいつも思ってますね。あとこれすごく距離が近いじゃないですか、はい、もう毎年恒例のことだと思うんですけど、はい、これってあえてこの距離の詰め方というか作りは、はい、そうですね、公式試合ではこうありえないぐらいまで距離を詰めて、もちろん選手はちょっとプレーしにくい部分はあるんですけれども、はい、やはりそれよりは僕自身がコーチをしているときに彼らとのこう距離ですか、はい、すごい近くにいてやっぱものすごいこうボールを打つ音に驚かされるんですね。ですからそのやっぱこう生の感覚をですね、はい、お客さんの皆さんにもやっぱり感じてほしいというのがあって、はい、あえてこれだけ観客席を近くして、はい、もう気を抜けばボールが飛び込んでくる。いや本当そうですね、はい、そんな臨場感を味わいながら、はい、プレーを見ていただけたらなと、はいはい、そしてやっぱり今回は食べ物ダメでしたけれども、はい、まあ、普段こう飲食も自由で、はい、こう別にこう会話をしながらだったり楽しく観戦できるというのもこのヒートジャパンのメリットかなと思いますね。うん、来年に向けてはもっとこういう風にしていきたいとか、はい、思いがあったりしますか。そうですね、やはり少しでもたくさんの方にこのイベントのことをやっぱ知っていただき、うん、そして実際見ていただきたいというのがあるので、はい、ぜひ一度、はいはい、会場の方に足を運んでいただいて、はい、見ていただきたいなというのが、はい、はい、とてもありますね、はい、ぜひ一回、はい、彼らのプレーを生で見てほしいなと思います。はい、じゃあまた来年もぜひ取材の方させていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。